じゃあ参りましょう、ようこそ三浦恋の部屋へということで、今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう、お待たせしました。本当人気ですね。たくさんの方からぜひ三浦さん彼の動画を撮ってくれという声をいただいたので、満を持してですね、今日はやっていこうと思います。よろしくお願いします。未来の、いやもう2023年ワールドカップの司令塔候補、21歳李承信選手の挑戦ということで、一応長くやっていこうと思います。2023年ワールドカップに向けて要チェック選手企画ということで03と、でちなみに1人目が、坂手キャプテンの、2人目がこの前お届けさせていただいた中野翔吾選手で、3人目が李承信選手ということで、いい感じで来てるんじゃないでしょうか。それではお付き合いください。でもうちょっともうだんだんもうね忘れてるかもしれませんが、これも結構前にお届けさせていただいたですね、ラグビー日本代表テストマッチロス企画第1弾ということで、期待を超えまくった選手ランキングベスト5ということを失礼な企画をさせていただきました。おめえの期待なんて聞いてねえよという話もあると思うんですけれども、正直全試合見させていただいて、この人こんなにやるんだすげえと思った人をですね、三浦が勝手に5人選んだ企画をやったんですけれども、まあ、その時も堂々と1位はですね、李承信選手でした。もう本当に、まあ、失礼な言い方ですが、ここまでやるとはというところだったと思います。その彼をですね、ちょっと解体新書していけばなと思います。本当素敵な選手ですね。で、このタイミングでやろうと思ったきっかけのもう一つが、すいません、その時に、選んだ理由としては、リーグワンの時からとっとと代表に呼んでほしいと連呼してたのは事実です。もう本当にいろんな人からもう早くねえかと言われてましたが、いやいやいや、もう呼んだ方がいいよこういう選手は、なんて言ってたのも懐かしいですね。でただなんかスタンドオフは当時ですね、田村プラス松田力也選手の固定のイメージがですね、ジェイミーはなんか固定しているイメージがあったから、まだちょっと無理なんじゃないかな、次ぐらいかななんて思ってました。呼ばれた時点で嬉しかったですね。のに加え、いろんな事情が重なり、そうですね、山沢選手が直前でっていうのがあって出場と、そして活躍ということで、きちっと準備してたこともそうですし、そして動じないメンタル、21歳とは思えないメンタル だからこそ活躍があったのかなということで、堂々と1位に三浦が勝手に選出させていただきました。で、まあ、ちょっとこれはもうネタなんですけど、イケメンなんで女性ファン獲得もよろしくねと、まあ、そういうのもね本当大事なことなんで、ぜひよろしくお願いしますなんていうことで1位に勝手に選ばさせていただきました。その李承信選手を、もうちょっと解体新書していこうと思ったのは、ジェイミーから名指しで褒められたのはすごいっていうのは、テストマッチ終わった後ですよね、会見で本当に李承信選手のことを褒めてたのはすごいななんて思いました。で先日藤島大さんの例のラジオの大気に見る夢っていうところのゲストで、李承信選手が呼ばれてて、でそれを YouTube メンバーが教えてくれてですね、先ほど全部聞いて、このタイミングで撮ろうというふうにして思いましたが、ですね、21歳とは思えないぐらいですね、ちょっといろいろ伝えたいことが多すぎて、もうすげえ波乱万丈まではいかないんだけど、もう普通まだ若い選手ってネットとかにもそんな情報上がってないから動画作りにくいんですよねなんですけど、リーグ選手はですね、まあ作りやすいっていうか、逆に絞るのが大変だなと思ったんで、今日コンパクトに、まあそれでもちょっと長くなるかな、お付き合いいただければなと思います。なのでちょっとまず全体像を知るためにウィキペディアをちょっとコピペさせていただきました。2001年1月13日生まれの李承信選手、現在コベルコ神戸スティーラーズに所属して、なんと21歳で副キャプテンですね、後で話をしますが副キャプテンということで、兵庫県出身のスタンドオフ、センター、フルバック、まあフルバック最近見てねえな。で身長176センチ88キロと、で兄もやってますし、ジュニアジャパンの主将を務めたことがある、まあこれ一つのきっかけですよね。で現在日本代表キャップは3、ウルグアイ戦途中出場の、
フランス戦2つが先発出場ということですね。で、あの大阪朝鮮高校、今なんか名前変わったっぽいですね。ちょっとすいません、ちょっと勉強不足ですが、帝京大学に入ると。で、大阪朝鮮高校時代は、高校日本代表に選ばれて、確かキャプテンですよね。なんですが、2020年、ここですよね、一つ。帝京大学を中退して、まあ、ちょっとこれウィキペディア飛ばしてるんですけれども、ニュージーランドで活躍っていうか、あの場を広げようと思ったんですが、例のコロナのせいでですね、頓挫してしまってですね、まあ、そこが彼の一番ちょっと一つの挫折っていうか、孤独っていうか、すごい辛かった時期らしいんですけれども、まあ、その後縁があってコベルコスティーラーズというところでございます。で、まあ、スティーラーズのところから行こうかな。あ、ここか、すみません、ちょっと めちゃくちゃで申し訳ないです。ジュニアジャパンキャプテンの経験がいうのを、世界のレベルを見て、もっと近道をと、近道っていうのを藤島さんのラジオで言ってましたね。もっと早く成長したいというのを、世界のレベルを目の当たりにして思ったということで、思い切って帝京大学を辞めます。だから、あのコロナでニュージーランド行けなくなったところは、ちょっと学生なんで表現違うんですけど、まあ、無職というところになります。チームに迷惑をかけるのは分かっていたが、葛藤もあったと、覚悟は決まっていたと、チームに迷惑をかけるのは分かっていたが、葛藤もあったけれども、覚悟は決まってたと、ニュージーランドでやるぞと。ですが、神様はすんなり彼の挑戦を応援せずですね、ニュージーランド行きがなくなる。で、この数ヶ月間が本当に孤独でしたし、どこでもいいんでラグビーをやりたかったと、ああいうことをラジオでも言ってましたね。もうどこでもいいんでラグビーをやりたかったと。まあ当然その間休んでるわけじゃなく、一人でジム行ったり一人でトレーニングやってるんですけれども、まあ、同期はどんどん活躍してるし、まあ、それを横目で見て、まあ、焦りもあったでしょうね。ですがその後、縁もありスティーラーズに入団と、ああいうところで、今の彼があるというところです。で、スティーラーズに入団して2年目でいきなりバイスキャプテンに選ばれるということですね。橋本大輝さんからですね、バイスキャプテン頼むとマジで、マジと、俺まだ20だし2年目だし、去年もあまり試合出てねえし不安しかねえみたいな、すいません、こんな表現彼しないんですけど、まあ一応心の声としては、もう本当不安でしかなかったと、ああいう感じでした。まあそりゃそうだよな。まあ姫野選手もいきなりキャプテンやらされたっていうところでは相当プレッシャーかかったって言ってましたからね、ベルブリッツ。だけどやっぱり見る人っていうか、その首脳陣だったり、じゃあ見てる人は、まあ、こういう優秀な選手を早めにリーダーとしてやるっていうところは、まあ、あるんでしょうね。だから彼はもちろん当然そういう存在だったというところでございます。で、バイスキャプテンになるんですけれども、まあ、最初こんな感じだったらしいですね。毎週1回行われる幹部ミーティングかな、でも一言も喋れなかったらしいと。で、皆さんもご存知だと思うんですけど、やっぱりもうベテランも多いじゃないですか、スティーラーズって。だからやっぱり言えないっすよね。まだ右も入ってきた若造っていうのもどうですけど、2年目 でしかも先ほどもお伝えした通り、1年目そんなに試合出てないんですよね。だから分からなくもないんです、分からなくもないですし、でさらになのに追い打ちをかけるようにですね、しっかりと発言しなきゃダメだぞと言われたりもしたらしくて、まあ、ここでですね、悩みまくりの逃げ出したくなったと、逃げ出したくもなったというところまで彼は言ってたというところでございます。いや大変でしたね。よく頑張ったっていうのもどうですけれども、いや気持ちすげえわかります。で、しかしここですね、重要なのは、試合で徐々に結果を出していくと、周りの見る目が変わるだけでなく、自分としても自信がついた模様だから、もうなんか全然1年目試合出てなくて、
そのベテランが多い中発言もそれはできないんだけれども、でも実際にこうやって試合出てやっぱ相当活躍してたじゃないですか、初っ端から。だからそうなってくるとやっぱチームメイト周りも見る目変わるし、あと何よりも自分が自信つくということでどんどん発言できるようになったというふうな感じでございます。その時にやっぱり思ったみたいですね、やっぱ結果が全てだと、もっともっと上を目指そうとああいうふうに思ったということで、まあ相当ここのあのスティーラーズの2年目の経験っていうのがやっぱ次に行きましたよね。その次っていうのは何なのかっつーと運命の、ジャパン入りというところでございます。で漠然と目標にはしていたみたいです。当然日本代表でやりたいと、別の記事で、まあ、今日は紹介しないんですけど、やっぱ2019年のワールドカップの日本代表の活躍を見て、あそこの場で自分もやりたいなという気持ちにはなったとああいうことです。ただ目標にはしてたんだけど今回だとは思わなかったと。でもし呼ばれるにしても NDS がやっとだと思ってたみたいです。でそれがやっぱジャパン入りということなので、まあ、驚いたということなんですけれども、経験を積もうというふうに決意されたということです。いやー彼にとってのこの1年はすごいですね。激動の1年でしょうね。多分彼がどんどんこれから成長して日本代表の中心になってどん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 活躍した後に何かのインタビューで、いややっぱり初めて代表入りした時はなんとかみたいなことを言うんじゃないかなっていうぐらいの激動の1年だったんじゃないかなと思います。まだ1年終わってないですけどね。ということです。でライバルはすんげえ先輩ばかり。そうですね、ちょっと松田力也選手は今回怪我であれだったんですが、途中で呼ばれた田村優選手だったり山沢選手だったり中尾選手というところで、もうサニーノブ先輩 で田村優選手、田村先輩はもう全然経験値が違うからやっぱアドバイスが違いましたとか、やっぱり山沢選手とは練習後一緒にキックのあれとかやったんですけど、本当にファンタジスタでパスもうまい、キックもうまい、自分も取れるということで本当に素晴らしい選手ですということと、あと中尾選手に関してはもう何よりも人間性が素晴らしいと、本当にこの人は本当人間的に素晴らしいと思ったし、あとやっぱスタンドオフとは思えないディフェンス力があるというような、その数多い素晴らしい先輩の中自分がですね出ることになるということなんですけれども、まあそういうところのまず そんな自分が出るとかいうところよりもこういう素敵な場で頑張ろうと思ったらしいです。もう本当に練習のプレッシャーが半端じゃないみたいですね。なんか一つ面白かったのは、やっぱりもう緊張感が違うから、なんか練習中2回インターセプトされたらしいんですよね。そしたらその夜寝れなかったみたいななんかそんなエピソードもあって、いや本当に苦労されたんだななんて思いました。そんな中いろんな事情が重なり、フランス2戦とも先発出場へということで、まあ、いろんな事情っていうのは、まあ、直前のあれですよね、山沢選手のコロナっていうのがやっぱり一番大きかったと思うんですが、そこで、ジェイミーさんから声かかると。でそのジェイミーは、リースーシン選手にこういう声をかけます。自信を持ってチャレンジしてほしい、10番としての役割を果たしてほしい、全うしてほしい、ゲームコントロールコミュニケーションというような指示を受けたということです。で1戦目の前半は9打点も後半はということで、これ結構ねご本人の前で結構藤島さんガンガン攻めて、やっぱさすが藤島さんだなと思ったんですけれども、やっぱり前半はゲームコントロールも含め、あとその打撲しながらの 40m のペナルティーゴール決めたのも含め、すごく周りから見ても9打点だったと思うんですけど、後半、かなりディフェンスやられたり、あとせっかくラインブレイクするもすごいタックル受けてノックオンとかして、ちょっと正直言って厳しい判定とか判断を評価をする人もいたと思います。フランスの1戦目ですね。今日はちょっとフランスのレビューはあれなんで、それでも2戦目も選んでくれたジェイミーに感謝ということで、これはですね本当素晴らしいなと思います。2戦目も選んで
普通ね1戦目のあの評価だともしかしたら次はやっぱ中尾選手で行こうみたいなこともあったかもしれないんですけど、それでもやっぱジェイミーは2戦目選んだということに関してリー・スーシン選手はもうめちゃめちゃ感謝してたということです。正直、フランス戦1戦目までとその後とでチームからの信頼感は変わったと思います。フランス戦1戦目出るまではやはりチームの中でもやっぱ若手ですしね、やっぱもう日本代表の中でももうそれらしきのベテランもたくさんいますしね。なんだけどやっぱりこれ1戦目とその後でチームからの信頼感が変わったっていうのは、これ先ほどもお伝えした神戸のあれと似てますよね。いきなりバイスキャプテンに選ばれるも何のベテランとかの前でやっぱ言いづらいとか、なんか発言しにくいと、いくらバイスキャプテンとは言いづらいっていうのもあると思うんですけれども、それっていうのは周りからってお前何言ってんだじゃなくて、やっぱ自分の問題もあると思うんですよね。こんな自分が発言していいのかとか、こんな自分が偉そうにしていいのかとか、というか言うとかあると思うんですけれども、やっぱり1戦目をちゃんとチームメイトも評価して、やっぱ全然周りからの評価が変わったと言ってました。気さくに声話しかけられるようにもなったということで、やっぱ、ね、勝負の世界ってシビアだな、なんて思います。正直運とタイミングだけでここまで来ました。これからが本当の勝負です。プレーとして一番大事にしたいのはキャッチパス。これキャッチパスもうちょっと勉強したいですね。キャッチ&パスじゃなくてキャッチパスと、まあ、今日ちょっとその話はあれなんですけれども、キャッチパスっていうのはいいパスをするためにはいいキャッチをしなきゃいけないみたいなことを話してたんですけど、僕の現役の時はキャッチパスって言葉なかったんで、まあ、ちょっと詳しい方がいたら教えていただきたいんですけれども、キャッチ&パスじゃなくてキャッチパスと、やっぱその基本に忠実にしたいということですね。で、23年のワールドカップの前にまずは秋のテストマッチに向けて準備をしっかりとしますと、ああいうところでガーって話して終わりにしてもよかったんですが、でもやっぱり これからこのリー・スーシン選手を語る上でやっぱりこのテーマは避けれないなと思います。あの動画三浦恋の部屋はあくまでもラグビー啓蒙ですし、ラグビーファンのためのものなんですが、まあ、どうしても彼の国籍ということを考えると、このテーマには触れなきゃいけないということで、スポーツライターのキーンさんですか、大阪府在住の在日コリア3世で朝鮮時代に社会スポーツ平壌での取材など幅広い分野で執筆されている方がですね、リー・スーシン選手の記事を書いてくれたんで、その特に、リー・スーシン選手のアイデンティティを形成している部分をちょっといくつかピックアップさせてください。まずはここですね。フランス戦でリー選手の躍動する姿に、多くのラグビーファンが感動し、何よりも21歳という若さと才能が日本代表の未来を明るく照らしたのは間違いない。そんな姿には特に朝鮮学校出身の在日コリアンやラーガーマンが誇りに思い勇気づけられたはずだ。彼が在日コリアンとしてのアイデンティティをどれだけ大事にしている選手なのかが分かるエピソードがある。実際に取材した時にこんなことを話してくれていた。中学3年の高校進学時、他の強豪校から 3つから4つ声がかかっていたのですが、最終的に選んだのは大阪朝鮮高校でした。他校に比べて圧倒的に部員数が少ないですが、かつての先輩たちもゼロからチームを作って花園に出て、その後有名大学やトップリーグで活躍しています。そんな姿を見て自分も難しい環境に飛び込んでもやれば全国に行けるし価値があると思ったんです。在日コリアンとしてのプライド、そして後輩たちの道しるべとなる使命を彼は背負っていた。かつて、リも先輩たちの背中を見て育ったと。今ではラグビー日本代表に選ばれた彼の背中を見ている後輩たちがいる。リはいずれ日本代表になっていく選手になっていくはずだが、誰かがその壁を壊して生き様を示し新たな世界が開けることを証明していかなければならない。だからこそ桜のジャージを着るというのはリーにとってごく自然なことだったのだろうということでですね、やっぱり何かとね、韓国と日本っていろいろありますが、まあこういうことを言うとね、なんかいろいろ突っ込んでくる人いると思うんですけれども、ただラグビーっていうスポーツに関しては、そこら辺国境を越えてですね、そういうルールなんで、
だからその中リー選手が日本代表を選びながらもその自分の在日コリアンとしてのアイデンティティをちゃんと持ってるっていうところも本当に素晴らしいことだなと思います。まあ、さらにちょっとそれに加えるとですね、あ、ごめんなさい、さらに後輩たちがいるということで、さらにそれを加えるとですね、朝鮮学校出身の子が見たことがない景色をと、日本に生まれながらに朝鮮半島にルーツを持つ彼らだが、リー・タダナイのように、これちょっと1個前の文章なんですけれども、サッカーのことも触れてて、サッカーはやっぱりあれじゃないですか、帰化しないと無理じゃないですか。でリー・タダナイ選手って日本人に帰化して日本代表を選んだんですよね。でそこら辺、まあ、いろんなもね、いろいろ物議が醸したみたいなんですけれども、リー・タダナイのように日本代表を選択するケースはそう多くないと。サッカーは代表選手の国籍やアイデンティティが明確で国同士が戦うスポーツだからこそ国民も大いに盛り上がる性質があると思う。しかしラグビーの代表には国籍の掛け根がないと。だからこそリー・スズシン選手も桜のジャージを着ることに何もためらいはなかった。ただもしかすると在日コリアンなのに韓国籍なのになぜ日本代表にと物言いしたくなるコリアンの人たちも少ないながらもいるかもしれない。毎日新聞がリの父であるトンギョンさんですか、トンギョンさんに息子のジャパン入りに対して取材しているが、こんなコメントを残している。息子の代表を否定的に持つ人もいるかもしれない。でもラグビーはそんなスポーツではないと思う。スンシンにはこれから朝鮮学校出身の子が見たことのない景色を見せてやってほしい。それがラグビー界や在日に限らずいろんな子たちに次の道を開くになると思うと。この言葉がどれほど的を得た言葉なのかは改めて痛感するということで、まあここをね、リー・スンシン選手を語る上ではやっぱどうしても触れておいた方がいいかなという感じがします。っていうのは他のフィジーやトンガとかから日本代表になる選手っていうのは高校はそれ系の高校ないじゃないですか。だけど朝鮮だけは大阪朝鮮高校があるっていう、そういう微妙なところもあるからこそ日本代表をリー・スズシン選手が選んだということに関して、まあ、少なからずなんかいろいろ声が上がるかもしれないんですが、彼の意思を尊重するのと、あと何よりもそういうふうなことを挑戦することによって、まあね、あとあれですよね、確かキム・ヨンヒ選手でしたっけ、韓国代表 N レッドハリケーンズから韓国代表に選ばれて日本と韓国の駆け足になりたいみたいなことをおっしゃってるのも本当素敵なことだと思うので、まあ、ちょっと今日の、リー・スズシン選手 のストーリーを語る上でもう最後ちょっと次の代表に向けて頑張りますって締めてもよかったんですけれども、ちょっと最後2ページどうしても伝えたくてお伝えさせていただきました。ということで、もうね、人気がめちゃめちゃあるリー・スズシン選手、女性人気もどんどん増えてくれということで、引き続き彼を応援していきましょう。さて、最終的には2023年ワールドカップスタンドオフ、誰がグラウンドに立ってんのか楽しみです。ということで、お付き合いいただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。レッツラグビー。